違う違う違う、なんかないか、今のなんすかこれ、ここまで来るんだっけ、最後ボーボー、この番組はこのスポンサーでしょうな、プログレスボース。はい、皆さんどうもこんにちは、アイスクリーム講師のデスノリーさん、まあ、ほんと今日はですね、ゲストの方をお迎えしてお送りしていきたいと思うんですけれども、ヒステリックパニックのトモさん、お邪魔します。お邪魔していただいております。お邪魔します。ありがとうございます。 YouTube 初心者なんで僕は緊張してるんですよ。はい、まあ、なんでこんな感じになってるかっていうと、はい、ね、最近一緒に筋肉を、そうなんですよね、育ててる、ご縁があって、ご縁があってシャウトじゃないんかいってどっちかというと筋肉先で先行ですね。なんか筋肉が繋がったそうそうそう。今日やっていくのは、はい、大好評の、本人リアクションシリーズでございます。よく見ているやつ。やつやつ。最近そのシャウトカマーという動画の2弾をちょっと出させていただいて、はい、そうなんですよね。なんかオマージュしてましたね。なんかパクリですまあちょっと、こちらの、動画をですね、今回一緒にトモさんご本人と、見ていきたいと思いますので、はい、解説とかも、ね、してもらえるかもしれないんで、ぜひ皆さん、はい、最後までご覧いただけると嬉しいです。このチャンネルはこんな感じで、リアクション動画とか日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひよろしくお願いします。あとトモさんのチャンネルも多分概要欄に貼ってますんで、そちらもチェックよろしくお願いします。全然更新してないけどねお願いします。行きましょう。何のカバーを今回されたんですか？今回はインファントアナイアレーターさんの、出たー、なんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら。さっきね、二人で話してたんですけど、俺なんて読むんだろう知らないんで撮ったんですかつっていう話をしてたんですけれども。よし、じゃあちょっと見ていっちゃいますよ。はい、お願いします。お願いしますね。うりゃ。お、なんか見たことある。なんか見たことある。一緒。なんかすごい、なんかセット。セット組んでますよ、なんか。それロゴもこれ今回ちゃんと忠実にパクってるんで。ピー入れときますわ。忠実にパクってる。ちゃんとしとる。ちゃんとしますね、これ。すごいすごいすごい。あるあるけど。小芝居。あるけど、このくだり。これやってる時が一番恥ずかしい。なんか金かかってません、なんか。ちゃんと金かけてるんですよ、ね。もう手込んでるな、これ。はいはいはい。お、来た。出た。えぐいえぐい。えぐいローから低いとこから来るんですね。ここは割とでも原曲リスペクトな感じ。なるほどなるほど。まあ、なんか結構、うん、その使い分けてて、はい、まあ、原曲に近づけるとこと、まあ、自分の味出すとこがあるんですけど。なるほど。ここは結構原曲もローから結構こう、あ、なるほどっすね、入る感じなんで。あ、そうなんだ。ここは割とちょっと鼻にかける鼻腔共鳴ちょっと使いながら出してるような動画。ああ、はいはいはい。あ、そうそうです、そっち系のやつですね。こっち系だ。響き上にありつつ、うんうんうん、多分ちょっと息多めみたいな。そうですよね、ちょっと息流してる系だ。そうガチャガ、違う、なんかないか、今のなんすかこれ、最後です。ここでちょっと、うん、まあ出てきました、自分のエッセンス出しつつって感じ。ピックスクイールがなんか、そうですね、ウィーって、なんかトモさんのピックスクイールって本当になんかその元の音色は低いけど倍音がめちゃくちゃ高いからこう聞こえますよね。なんかそうですね、なんか結構響くんですよね、昔。響きますよね。この時結構調子良かったんですけどなんか、うん、その日でやっぱそのなんかあるじゃないですか、響く、まあまあ、響かない、あ、まあまあまあ、うん、わかります。なんか結構俺のピックスクールガチャでピックスクールガチャ、これ SSR、 これ良かったっすね、この日はこれピック、はい、これこれこれ何これこれ何これえ、いや、え、吸ってたりしますこれ。ここ吸いっすね。やっぱそうなんだ。ここ吸いっすね。でもピックスクールもこれ吸いなんですよ。なんで、そうなんだ。おお、なるほど。あ、ピンク吸いなんだ。吸い。吐きん時もあるんですけど、ここは吸い。へぇー。はい。ちょっと巻き舌が。
うわなんだあなんかもうわかんないわかんないもうなんかトンネルトンネル系っすね。トンネル系ですよね。トンネル系。わけわかんない。最近流行りの。最近流行りの。最近みんなやりたい。みんなやってる。3段階ぐらいあったぞ。マジで入って。俺、ね、今回これ概要欄にもちょっと自分のやつ書いたんですけど、はい、1個だけすごいこう裏話というか、はい、ロジックっていう音楽ソフトがあって、はい、録音するソフトですね、はい、で撮ってるんですけど、うん、なんかロジックがこれ撮った時すげえ調子悪くてそっちは調子悪かったんですね。めちゃめちゃ調子悪くて、トモさんと引き換えになんかロジックのデータがどんどん消えてくるんです。 OK テイクがロジック側に消されてるんです。そうなんですよ。で、だからもっと言ったら、なんかそう、パートによってはもっといいテイクがあったのに。それしんどい。逆ファーストテイクっすね、マジで。本当にそうなんですよ。だからやっぱ、たたりかなと思って。本当にトニーがたたりかなと思って。吐くんじゃねえぞって。無言の圧力かもしれない。で、だから今のロングトーンのところも、はいはいはい、結構何回もやり直して。あ、だって、ロングトーンって何が大変かって皆さん、その、粒揃いが、あ、まさに。ね。まさに。途中でなんか、うんみたいな、なると悩ません。うまい人と下手な人の違いが一番出る。マジそうっすね。マジそうっすね。全部均一に、いやーっていかないと、ちょっと微妙ですよね。そうなんですよ。やっぱ波形で見るのが一番わかりやすいですね。まあそうっすね。波形が綺麗な人ってやっぱ上手なんですよね。マジそうっすね。波形は嘘つかない。で、なんか、ね、波形とインディアンは嘘つかない。そう、インディアンと言ってましたね。波形は嘘つかない。ここ一番多分しんどかった。ここ苦いとこっすね。苦いとこっすね。長い。一定だわ。一定ですね。ハキっすかこれ。これハキっすね。使い分けですね。滝と水で。ポイントによってそうですね。ヒズバニもそうですね。うん、そうですよね。そうですよね。ここはもう全部トンネル。最近のデスコアの発生ってなかったじゃないですか。ないですね。こういうトンネル使うようなバンドとかっていなかったと思う。なんかこれが今のモダンな感じっすね。そうなんですよ。この発生が。だからなんかこう、今になってちょっとそれにチャレンジして、はいはい、したいとか、練習したいとか、はいはいはい、もっと上手くなりたいなと思って、まあなんか練習がてらやってる部分は大きくて、なるほど。こうやったらもうちょっとこういう声出るなみたいなのをちょっと、なんかまだ実験段階、練習段階ってバンドです。でも、わかります。レックすると確実に上手くなりますよね。そうなんですよね。1レックごとに。レックって大事ですね。レックって大事ですね。大事。1本目の絶望たるやっていう。俺、こんな下手やった。メーンメーンうん、そんな下手。そうですよね。いやいやいや。かぶってますよ、かぶってます。何の演出なんですか、これ。これがやりたかっただけ。ここ落ちです。落ちです。落ちです。まあ、二つの意味で。そうなんです。ブレイクダウンなんで。そういうことです。落ちです。落ちなわけですね。この先はあんま面白くないです。ここは全部なんで。消化試合です。そうそう。あーじゃないですよ。ありえない。あー、なんか来そうだな。なんか今しました今なんか鼻つまみました今
こんなやってました、ね、あ、そう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 。これも最近、なんかちょっと、流行りのっていうか。何それえ、シャウトの、うん、まあ一番すごいベーシックなテクニックとして、うん、こもらせるっていうのがある。まあありますね。うん。要は、それの花番みたいな。なるほど。ことっすね。ああ、そういうことか。鼻でこもらすぐらいのイメージ。そうなんですか。この、軌道塞いで、おっていうやつをやると、ちょっとこう、より、こう、今のと何ちょっとこう、一個テクニックかなっていう。吐き。これ吐き。吸い。これ吸い。出たこれ。出たこれ。トモさんのこれ出た。そうなの。これは割と多分、あんまり、いないの。これ出た。トモさんのさっきの、はい、この水の最後の高いところ、皆さん知ってますあれバカみてえな音量出るさ、あれみんなやっぱなんか水だとこう声量が出ないっていう話を、うん、一般的にはそうですね、するんですけど、うん、俺水の方が圧倒的に声量でかいので、そうなんですよ、なんで珍しいなんでなんか吐きはどっちかっていうと、うん、あんまり息吐かないっていう方向でやってたんで、はいはいはい、それよりは響きでなんかいかにこう、まあまあいびつな音を出すか、はいはいはい、結構ハードコア系の人はそういう息多めで、息やばいっすあれバッって出すぐ、そうですねそうですね、人が多いんですけど、そうですね、俺真逆だったんで、うわーじゃなくてうわーって割れるから楽なんですよね、ロングトーンできるんですよね、できますできます、できるし高いとこもよいしょよいしょ、ここも同じ位置でやるから、うん、息切れもしやすいしっていうので、まあ一応言ってあるんですけどね、一応言ってあるけど省エネ系便利っすよね、なんかそれは分かるっす、それをなんかねあれなんですよ、リベリオンの大作さんとよく話してて、はいはい、真逆だねって話してて、大作さんはめっちゃこう、そうなんで大作さんがなんかこうめっちゃすごいエコにしたいって言われて、どうやってエコにするのって言われてエコシャウトっていう話を2人で SDGs って、そうな SDGs 無駄のない健康に配慮して水はなんかやってるうちにやっぱ響きがそっち強くなってきちゃって、うん、はいはいはい、うわやばすぎ、やばすぎ、もうなんか立たないとなんかね、ここまでなってんすよね、なんか ここまでなってんすよ、やばいっすよ、だから吸ったのがここまで来てる、なんかでもなんか、うん、こう、うわっ、うわっていうのはあるっすね、いや、そうですよね。そう、なんか、巻いてる。そう、なんか、なんだろう、本当に腰ぐらいまで感じるんで。そう。でかすぎる。もうちょっと出るんですけど。まあまあ、もうちょっと出ますよね。今の多分8割とかですもんね。7割、8割。7割ぐらいですか、ね、そうですよね。はい。分裂してるし。おっ、ここはちょっとベーシックな感じの。ちゃいますって。うわーこれ好きだわ。ちょっとこれ。うわこれ好きだな。石。マジで。あれすごいな。いいとんかつ屋さん行くとあの自分でごますってくるじゃないソースのやつ。あれの音がする。マジで。俺意識的な首を鳴らしてるイメージなんですよ ね、 なんかめっちゃねこっちまで行ってる感じがあるからとか、さっきのあのちょっとなんか、はい、カエルの、みたいな、あれ好きですね、あれもうわけわかんないです、カエルもちょっと使いたかったんですけど曲調に合わなかったんで、カエルあれそうっすね、カエルとかゲップとか言われるの、もう音声なんですかあれ、 SE うわでかこれも音、これはでも多分あんまりあのなんかあの出せたところでモテないんで、そうっすね、うん、こういうでもモテたら汚ねえ音が好きなんで、バンドによるんですけど、はい、自分が好きなバンドっていうのはちゃんとなんかその声色いろいろ変えて飽きさせないとか、うん、展開がコロコロ変わるとか転調するとか、はい、うん、そういうのでなんかこう飽きさせない工夫してるバンドっていうのは結構好きで、だからまあそれをいかにじゃあボーカリストとしてどういう声の引き出しをどんだけどこで使って見せていくかっていうのをやって、そういうことですね、やった結果でもあの疲れたジックには消されるしね、なるほど、でこの作品がそうです、じゃあ難産だったわけですね、結構難産でしたね本当に
そうなんですよ。そうなんですよ。まあでもそっか、うん、そういうこともあるかと。いや、ありがとうございます。いろいろ解説していただいて。いや、いや、ありがとうございます。今回の動画良かったという方、グッドボタンと、あと、トマさんのチャンネルですね、概要欄に貼ってますんで、そちらと僕のチャンネルもぜひチャンネル登録よろしくお願いしますと。あと、ちょっといいっすか、じゃあ。もちろん。3月の12日に地元名古屋でワンマンがあるのと、4月1日に、東京の渋谷で、自習企画がアドルトで、録音の時より出してる自負がある。いや、まあまあ、じゃ本当にそうなんで。なんでぜひ、現場で、汚ねえシャウトを聞きに来ていただけたら遊びに行って、はい、見ていかがでしょうかと。よろしくお願いします。いうところですね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。